横浜市立桜ヶ丘高等学校は、神奈川県横浜市ほどがやく桜ヶ丘2丁目にある、学年制の市立高等学校。大正時代最後に設立された高等女学校の流れを組み、落ち着いた校風で知られる、進む学校。校名の通り、小高い丘の上に立ち、春には桜が咲き乱れる。所在地の表記は桜ヶ丘だが、学校名は桜ヶ丘である。 愛称は桜高、もしくは桜。地元住民は桜高と呼ぶ。同窓会は桜球会。横浜市立高校としては、横浜市立横浜商業高等学校に次ぐ歴史がある。横浜市立高校のため、横浜市立大学への指定校推薦枠が存在する。公立高校入試の前期選抜導入時においては、購買率となることが多く、 2004年、2005年、2007年と普通科では県内トップであった。広大連携が進められ、横浜国立大学の講義が受講できる。2008年より学力向上研究校となり、希望者を対象に夏季講習、冬季講習が用意されている。2012年からは進学指導重点校に指定されており、国公立大学への進学が施行されている。 部活動では、1999年県大会、準優勝の野球部、関東、東関東大会常連の吹奏楽部、インターハイや関東大会出場の弓道部、陸上競技部、ダンス部などが有名。かつては、合唱部が、全国大会で優勝し、合唱の桜ヶ丘と言われた。バスケットボールの競合であった時期もあり、特に高校総退場しバスケ出場回数は、 県内では、神奈川県立金沢総合高等学校に次ぐ13回である。全国に桜ヶ丘高校が多数存在するため、部活動の対外試合では、私立桜ヶ丘あるいは横浜桜ヶ丘と表記することが多い。2009年度から、日本 IBM 出身である天野正人が校長に就任した。TBS 系列ドラマ、スタンダップ、富士テレビ系列ドラマ、 外交官、黒田工作、2011年に、藤沢のりまさ、桜の歌のメガボルトが学内で撮影された。藤沢のりまさはその年の卒業式予行演習にサプライズ登壇している。また、高校野球漫画、グランドスラムのモデル校となっている。2017年度から、ドイツ連邦共和国フランクフルト市の総合高校である、シューレアムリードと姉妹校として提携している。 併設の火星女学校も、本校の母体の一つである。そちらを基準にすると、本校の歴史は1912年まで遡ることができる。この他に、第二校果も存在しているが、現在ではほとんど演奏の機会はない。政治、行政経済、経営学術、教育、研究文化、芸能、芸術マスメディアジャーナリズムスポーツ公立高校で、ありながら、 設備が充実している。ありがとうございます。